本当で最後でございます。果たしてどんな馬なんだろうということになります。ノベリストでございます。ノベリストは今年で明けて8歳の成績シーズンを迎えております。車体スタリオンとしましては、ハービンジャー、ワークフォースに続くヨーロッパの2000人比較的小柄な馬体、そして非常に軽い足さばきを見ますと、我々もこれならという感触を持っております。ノベリスト自身、筋肉質でがっちりとした体型をしておりますが、丈夫そうな足元、関節、また首から腰にかけての体幹の強さ、そして肩、お尻のボリューム感など、一つ一つのパーツの完成度が高く、またそれらをきっちりと動かすことで軽やかなフットワークが生まれる。それこそがノベリストの大きな特徴だと思っております。やや動きに硬いところがありますが、もともとノベリスト馬体の設計図がしっかりとできておりますので、全身の動きに無駄がなく、回転数を上げてもフットワークがぶれない、動かせば動かすほどその質の良さが見えてくるタイプですし、初年の3区の調教が進んだところで話を聞いてみますと、想像と違ってよく動く、また走らせたらイメージが変わったという言葉が出てくるようになりました。実際に体を動かすことで評価が上がるということは、それだけ良い走りをしているという証拠でもございます。日々と動く3区を見ておりますと、日本の競馬にも十分対応できると感じております。ノベリスト自身は2歳の8月、デビュー勝ちをしておりますが、やはり基本的には成長力に豊かなドイツの血統ということで、ゆっくりと熟していく方に向いていると思われます。かつて3区を3回変わると言われたノーザンテイストも小柄で動きの軽い馬でした。その大白馬のようにじっくりと本領を発揮する奥の深い種馬になってくれることをノベリストには望んでいます。今年の種付け料は300万円でございます。ノベリストどうぞよろしくお願いします。